はい、ガレージライフの高橋直樹です。今日は冬に特化して起こる故障事例、そして踏み間違いにもつながる重要なお話ですので、ぜひ最後までご覧ください。冬になるとですね、数年に何回か起こる故障事例ということでお話ししたいと思います。これは踏み間違いにもつながる事例になりますので、これは気をつけていただきたいなと思いますし、気をつけてても割と起こってしまうことなので、これは本当に危険なことなので、ちょっと頭の片隅に置いて運転していただければなと思います。はい、その事例がですね、ブレーキとアクセルを同時に踏んでしまうということ。これなぜ起こるかということなんです。これは特に雪国にある事例なんですけど、実際見ていただきましょう。はい、今僕が履いているのがね、こういった大きい長靴です。これが普段履いているスニーカーより大きいためにブレーキをかけようと思ったんだけど、アクセルも同時に踏んじゃってて、なんかブレーキがよく効かない、こういった状態です。特に男性の方ですと靴も大きいかなと思いますし、僕もたまにあるんですよね。実際僕の場合は仕事柄ですね、普通の長靴に見えて安全靴みたいな長靴なんですよね。ここに鉄芯が入ってるタイプで余計になんか幅があるんですね。こういった感じでですね、同時に踏んでしまうという事例があるんですよ。でこれに意外と気づかないんですね、皆さん。あとはですね、下に足が潜り込んでしまうっていうことです。アクセル踏んでブレーキを踏もうとしたんだけど、ブレーキの下の方にこの靴の横が引っかかってですね、足が持ち上がらないでブレーキが遅れるっていった、こういったこともあります。これは自分でも何回も経験していることなので、よくあることなんですよ。だから車間距離をしっかり取るとかっていうことを しなければ挙動が遅れたりしてしまって大変なことになるということもありますので、この足の移動の感覚ですよね、これをしっかりと意識していただきたいなと思います。この車によってはね、このアクセルペダルとブレーキペダルが近かったりっていうものもあります。特に軽ですとね、この運転席の幅が結構狭かったりっていうこともありますので、こういったことがよく起こりますので気をつけてください。これは踏み間違いっていうこともなりますが、故障事例って言いますかね、どういった症状が現れるかということなんですよね。はい。で、さっき見てもらったのは、同時にアクセルとブレーキを踏む、もしくはブレーキとアクセルを同時に踏むと、ね、同じような感覚なんですが、加速しようとしてるのに進まない、あとは止まろうとしてるのに進む、この違いです。で、故障事例としてあるのが、さっきはそのとっさの部分の止まるとか、加速するとかそうだったんですけど、僕が相談を受けたことがある事例としては、高速道路で、高速に入る時ちょっとスピード落として止まるじゃないですか。その時に限って加速しないっていうね、故障事例がありました。こういった故障事例というか相談があったんですよ。毎回そうなんですっていうことだったので、だから高速に入る手前でっていうことは、まあ一旦止まってから発進するっていうことなので、まあ、信号でもそういうことが起こるのかなって思ったんですけど、なんかそうでもないっぽいですね。やっぱり高速道路というお話です。で、車調べたんですね。なんかおかしいのかなと思って調べてみたんですが、おかしいということはない。じゃあ、もしかしたらその運転の癖的なものがあるのかなということで、診断器をつなぎま、外部診断器を車につないで、しばらく乗ってもらったんですよ。で、そしたらやっぱり、普段は全然何も怪しいところはなくて、高速道路に乗るときに関してだけ、やっぱりおかしな挙動があったんですね。診断機っていろんなデータが見れるんですね。故障コードとかいろいろ見れるんですけど、データモニターっていうのがあるんですね。その運転してる時の車の状態っていうのがデータとして取れます。ということで見てみたら、アクセルペダルを踏んでるにもかかわらずブレーキ信号が入ってたんですね。ブレーキがオンになってるっていう状態。まあ、これを確認できました。アクセルを踏んで加速しようとしてるんだけど、ブレーキペダルも同時に踏んでて、加速しないという症状だったんですよ。これを見せてこういう状態ですよって言いましたけど、なんで高速道路だっけっていう話なんですけど、おそらくなんですが ETC じゃなかったんですよね。 ETC じゃなければ一旦停止して窓から身を乗り出して券を取るっていう行動がありますよね。あとは料金所でお金を支払うとか、そういった時のちょっとした体の動きで、その方の癖ですよね、要は体の動きの。ということで気をつけて乗ってみたところ、あ、大丈夫だなということを確認しました。なので普通に乗ってて信号ですと、ただまっすぐ向いてね、アクセルを踏む、ブレーキを踏むなんだけど、一旦こう身を乗り出して、この体の動きっていうのが、その足の方にも人の体って全部つながってますからね。だから、そういったことで、起こった事例ということになります。
で、その方はですね、高齢者だったんですけど、これに関しては高齢者の事故がどうのこうとかじゃないです。どんな年代でもあることです。ね、こういった靴を履いてね、あ、そうそう、その時もですね、やっぱり長靴を履いてたということなので、これはどの年代でも起こる事例となりますし、そこでまずおかしいと気づければいいんですけども、そういった時って意外と疑わないんですよね。ブレーキ踏んでんだけどなんか止まらないなっていうことで、余計踏み込むじゃないですか。すると、アクセルも同時にグッと踏み込んじゃって止まらないっていうことになりますので、こう言ってる自分も結構あるんですね。特に、軽トラなんか運転してる時多いです、僕の場合。ということでですね、この冬ですね、普段スニーカーから長靴になるタイミングですよね。今冬ってことだったんですけど、あと職種によっては常に長靴を履いてお仕事される方いらっしゃいますよね。まあそういう方もですね、ぜひぜひ本当に気をつけていただきたいなと思います。特に冬は道路状況がすごく良くないですよね。もうカチカチに凍ってすごい滑るような状況ですとか、前の車がちょっと急ブレーキをするような状況であれば、それに追従して自分ブレーキも踏まなきゃいけないっていうこともあるので、これは当たり前のことかもしれないんですけど、しっかりと車間距離をとって、皆さん安全運転をされてると思うんですけど、実はこういうこともあるよっていうのを、ちょっと頭の片隅にでも置いていただければ、パニックにならずに冷静に対応できるかなと思いますので、自分を含めてですけど、安全運転をいたしましょう。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。